未知数。強いかもしれませんが、仲間がいればきっと大丈夫。そうこうしているうちに鬼がいるところに到着しました。あたりは不気味になり、桃太郎ゼロスたちは戦闘態勢に入りました。そこへ鬼が現れたのです。鬼と思っていたら、出てきたのはアベノンでした。ゼロスは聞きます。アベノンが鬼だったの？アベノンは首を横に振ります。身振り手振りでゼロスに教えてくれました。どうやらアベノンの影を見た子供たちが鬼だと間違えて怖がっていたようです。アベノ区に鬼はいなかったと桃太郎ゼロスはみんなに言いました。アベノ区に平和が戻り、犬は釣りをしに南高へ、猿は熊と相撲のため天保山へ、キジはダンスをしに心斎橋へ、桃太郎ゼロスはアベノ区に平和をもたらしたということで、みんなからヒーローと呼ばれるようになりました。ただ桃太郎ゼロスでは長くて言いにくいので、桃太郎の桃太とゼロスのロスで桃太郎と呼ばれるようになりました。アベノンと桃太郎は仲良く暮らしましたとさ。おしまい。